はい、どうも皆さんこんにちは。くすみたるさいすかぜホッティ役店のホッティです。今回はですね、玄米バーと、ホッティの玄米バーについてお伝えしていきたいと思います。これはですね、玄米ってね、まずいと思ってますよね。でもね、これ体にめちゃめちゃいいんですよ。いつものね、このビラにも書いてるんですけどね、長崎の原爆が落ちたところの先生、ドクターもですね、玄米のご飯にうんと塩をつけて握るんだということを、原爆が投下された直後から言ってるんですよね。それぐらい玄米に塩をたくさんかけて食べるっていうのはめちゃめちゃ体にやっぱりいいんですよ。ただ一番重要なことに、玄米は美味しくないっていうのが僕の中ではすごくあったんですよ。だからね、もうどうにかして玄米食べたいけど、炊いたけど子供ら食べへんし、どうしようかなっていうのがあったんですけど、それがね、見事これで解決できたんで、それをお届けしていきたいと思います。僕のチャンネルでは塩やミネラルを使った健康に特化した情報をお届けしております。チャンネル登録をしていただいて、皆さん塩仲間になってくださいね。よろしくお願いします。 TikTok もやってます。よかったら見てください。この玄米バーはですね、まずどこの米玄米を使っているかっていうと、熊本県の阿蘇山のふもとにある無農薬で作ってる玄米を使ってます。玄米ね、今高いんですよ。今年とか去年とかも全然不作で取れなかったんで高いんですけど、それをですね、収穫しまして運んできたのは、なんと淡路島に運びます。淡路島にですね、特殊なおばあちゃんがいて、このおばあちゃんが、伝説の神様的なおばあちゃんがですね、この玄米バーの炊く製法を編み出したんですよ。世の中にね、ほとんど知られてないんですよ。怪しいですけど、そうなんですよ。まずですね、玄米をですね、こういうね、このビニールの袋に入れるんですよ。袋に水とホッティの塩、これね、見たら分かんない、ホッティの塩っていうのも入ってるんですけど、ホッティの塩と玄米と水をね、このビニール袋みたいなのに入れます。ビニール袋に入れてですね、とね、鉄のね、大判焼きみたいなの機械があるんです。これ写真で見てもらったら分かるんです。大判焼きみたいなところにカパってこうはめるんですよ。大判焼きみたいな機械にはめる。そしてそれを何個か連なってるのが一つの棒みたいな、バーみたいになるんですけど、そのバーをでっかい機械にガチャンってくっつける。そしてその機械の中には何が入ってるかっていうと、油が入ってるんですよ。あのエマルジョン、水と油を混ぜたエマルジョンってやつが入ってて、エマルジョンの中をこの密閉された鉄のバーが、これを中に入ったままで熱いんですよ。油を熱い、温度を熱くしといて、そこをブオーッと入るんですよ。なので鉄のバーの中で、この袋の中の玄米がその中で炊かれるんですよ。炊かれる、ぐる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 っと油のエマルジョンの中を通って20分かけて炊き上げられるんですよね。炊き上げられたやつを、バー、加熱されたバーをパカッて外しますよね、開けますよね。そしたらこれがポンと出てくると、そこにホッティの塩と、もちろん水と無農薬玄米が入ってる。そうするとですね、完全にレトルトになるんですよ。少なくともここに書いてある期限は2年、製造したタイミングから2年持つんですよ。ですね、一応ネットショップには販売するときにタイムラグがどうしても出ちゃうんで1年って書かれてるんですけど、2年でも全然いけるんですよ。これはですね、僕の勝手な見解なんですけど、これは一応2年いけるんですよ。2年いけるってことで、非常袋に例えば入れときますよね。そしたら2年間は大丈夫なんですけど、もしかするとまだね、やってないんであれですけど、5年ぐらい保管っといても多分食べれるんですよ。食べれる。だって2年いけるのも5年も3年もあんま変わらないと思うんですよね。塩も入ってるから、塩で殺菌消毒もされてるから、中でだから塩漬けになってるから、期限がしっかり持つようになってるということなんですね。あ、ちなみに玄米と裸麦をちょっと入れてます。裸麦を入れるとプチプチ感が出て、中でめちゃめちゃさらに美味しくなるんですよ。だそこも秘訣かなと思ってるんですけど、この玄米バーさえあれば、本当にね、災害の時とか避難所に行くじゃないですか。避難所の映像とかを見ると、本当にね、レトルトのカップラーメンとかね、お菓子とか菓子パンとかばっかりなんですよ。本当にね、生鮮ばっかり使って変なものばっかりね、しかないんですよ。一時的にはね、3日とか4日とかでも。ただ、3日4日でも、インスタントものとかをずーっと食べさせられるって思ったら、僕はね、しかも子供にそれを食べさせるって思ったら、マジでね、心が痛いっすよ。めちゃめちゃ心痛い。もうそんなんなったら、お菓子ばっかり食べ続けるってもう嫌じゃないですか。気持ち悪くなるし。だからもう、この玄米バーができて、本当に良かったな。非常袋に絶対入れとこうと思って、めちゃくちゃ今入れてるんですよ。10袋ぐらいね。12袋ぐらいが入れてるんですけど。
正直言って昼ご飯にご飯炊くのちょっと大変、手間なんですよ。夜炊いて夜炊きたて食べるっていうのがやっぱりいいなと思ってるんで、夜炊くから昼もまた炊くっていうともう大変なんですよ。だからね、これお昼ご飯にこのポッティの玄米バー、すいません、非常食とか言いながら食べまくってます。本当に今日のお昼もこれを食べるんですよね。食べ方がね、まためちゃくちゃ簡単ですよ。普通のね、砂糖のご飯とかで温めないといけないじゃないですか。でもこれはね、温めなくていいんですよ。これでこのハサミがありますよね。でレンジでチンもいらないですよ。なんとそのまま食べれるんですよ。びっくり。1、2年後でもね、例えば2年後だとしますよ。これをですね、切るんですよ。ハサミで切って、ハサミで切ります。そしてこれがもうすでにお皿みたいになってるから、スプーンを使ってこのまま食べる。やべ、マジうまい。これで、なんだろう、ちょっと気になる人って、お好みでホッティの塩をさらに追加してかけるって食べると、まあこれお昼ご飯だからいいや今日の。でもね、子供らも嫁も思うんですけど、玄米あんま食べなかったんですよ。嫌いで、美味しくないじゃないですか。正直言って白米の方が美味しいと思いますよ、僕も。だからね、この無農薬玄米がこのまま食べれるんですけど、だいたいね、3つに切って3人に入って渡して食べるんですけど、めちゃめちゃ美味しい。本当に美味しい。本当、佐藤のご飯に申し訳ない、あのレンジでチンするご飯あるじゃないですか、あれと比べたら雲泥のさ、臭みも全くない。しかもこれね、湯煎しても大丈夫。だってレンジがもしあったらレンジでもいいんですけど、レンジでは1、2個穴をちょってつまようじかなんか開けて、それでチンってしたらもう食べれる。なんせね、一番ほんとすごいなと思ったら、2年間も賞味期限持つのにこのまま食べれる。やばいぞこれ。ほんとね、神様のお告げで作られたんじゃないかなって思うぐらいすごい。この前ね、子供にね、食べさせたんですよ。次男ね、2人目の、あの4歳の翔吾っていう子供、うちの次男なんですけど、この子に食べさせたら、食べながらなんて言ったと思います？美味しい。そしてみんなに言いたい。神様が作ったご玄米ご飯、神様が作った玄米ご飯だから残さないで食べてねって言ったんですよ。本当に言ったんですよ。ちっちゃい声ですけどね。いやー、それ聞いてね、本当ね、うちの翔吾はね、ずーっと小さい頃から、お腹にいる頃から塩をずっと食べ続けてるし、お腹にできる前から嫁がもうずーっと塩を食べたりミネラル取ったりいっぱいしてる。まあね、ミネラルの御曹司なんですよ。本当、塩の御曹司。塩の御曹司が本当にこれと連動して、神様が作った玄米のご飯だから残さないで食べてねって言った、その一言にもうちょっとまず鳥肌立ってびっくりしちゃいましたよ。だからね、本当にすごい玄米のご飯ですから、本当にね、皆さんね、まあ正直言ってこの会社ね、ちっちゃいんですよ。まだまだちっちゃい。だけどね、いっぱい作ってあげたいなって思いますし、これを広めたら本当に喜ぶ人がめちゃくちゃ増えると思いますんで、みんなで応援していいものを選択して、いい世界を、いい未来を作っていきたいなと思いますんで、みんなで玄米、ホッティの玄米バー、食べていって、元気になっていきましょうよ。